2024年4月4日木曜日 F1 日本 GP 鈴鹿サーキットで木曜日の定例記者会見が行われ角田裕希 RB マックス・フェルスタッペンレッドブルカルロス・サインツフェラーリアレクサンダー・アルボンウィリアムズジョージ・ラッセルメルセデスフィエール・ガスリーアルピーヌが出席した9・勇気から始めましょうかホームレースですがこのレースは特別なものですか 角田祐希、以下、角田、うん、とても特別だよ。サーキット周辺の信号の前やガレージの前でたくさんのファンを見かけたしね。帰ってこられて嬉しいよ。とても元気が出るし、彼らの前と美しい桜の中で良いレースができることを願っているよ。今のところ、コンディションはとても良いよ。9、今年、クレイジーなプレゼントはもらえましたか角田、小さい小さい。 ちちっちゃい自分を見たんだよくわかんなかったけどヘルメットとレーシングスーツを着用していたかなフェルスタッペン多分自分自身だったんじゃない角田だ多分自分かもそうだねサインツ鏡に映った自分を見たんじゃないの角田だ多分そうかも実際サイズはそんなに大きくなかったよフェルスタッペンどれくらいどれくらい大きかったの角田 そうだな文字通り僕と同じくらいでとても可愛かった